オストヤスチェパノビッチは、マケドニア共和国のサッカー選手。元マケドニア共和国代表。ポジションは MF。FK マケドニアジョルチェペトロフで、選手デビュー。その後セルビアスーペルリーガの強豪である、パルチザンベオグラードに移籍するモレンタル移籍を、繰り返しパルチザンでの出場はなかった。2008年初めに、同リーグ所属の FK、チュカリチュキに移籍、翌年に、 オーストリア・ブンデスリーガの SV、マッテルスブルクに移籍した。2010年夏に無所属となったが、2011年1月に FC、タラズに加入した。同年夏に FK ・ワルダールに、レンタル移籍時代以来の復帰をすると、2013年に、エクストラクラサノビスはクラックフに加入した。2015年6月に、同クラブを退団、セルビア・スーペルリーガのオフック・ベオグラードに加入した。 その後、キプロスのアイルリーマソール、再びポーランドのシロンスク・ブロズワフを経て、2017年に FK、ラボットにつきに加入し3度の母国期間となった。年代別代表では U-17、U-19、U-21 と、各年代でのプレー経験がある。2012年9月に A 代表初招集を受けるも起用されず、 同年11月に行われたスロベニア代表との親善試合で初起用された。ありがとうございます。